こんにちは、サジです。今日はクリスマスプレゼントにジージバーバにですね、先日作った鬼滅の刃のグッズがあるんですけれども、それの写真ですね、ワンちゃんたちの写真とか、あと姪っ子と甥っ子が七五三とかがあったりしたので、そちらの写真だとか陣を使ってキーホルダー作っていこうと思います。それではどうぞ。フォトインキーホルダーですね、こちら使っていきます。背景に使うキラキラの折り紙だったりとか、オーロラシートですね、この辺があると可愛く作れると思います。写真ですね、写真プリントしてきました。七五三が今年あったので、七五三の写真とか、あとはワンちゃんの写真ですね、この辺を入れていこうと思います。で、通常のサイズっていうのがなんですけども、これだとフォトインキーホルダーのこの裏蓋ですね、一人分しか入らないので、副賞でこう入るようにちっちゃくして印刷しました。アプリとかを使って写真の大きさ自分で調整してですね、印刷すると入りやすくなると思います。では作っていきます。